ねえ、一回全部着てみよう。立ってみてくれない？あっ、うん、すみません。あ、アト君大丈夫？ BL スキップ。今後はお友達ということで良いでしょうか？言えない。もう一度キスしたいなんて友達に言えるわけない。友達なんて言ってまた会う約束をして、仕事の話をしたり、今まで通り。今までと違うのはお金を払っていないことと、七瀬さんとの距離が少し遠くなったように感じること。なるほど、前の距離感はパパ活を演じていたからだったのか。あと、今日はずっと家にいるの？うん。なんで？今日おばあちゃんもカナエもいないから、お昼は簡単にしちゃうわね。じゃあ俺やるよ。うどんでいい？あと、あんたって本当にいい子で、お母さん嬉しいけど、夢中になれるものないの？カナエはアイドルのライブに行ったわよ。全身緑色だったわ。夢中になれるもの。それにまだ誕生日のプレゼントの希望言ってこないけど、そろそろ期限切れるよ。期限？え、待て待て。まあそれとは別に、後にいい話があるのよ。今度の日曜開けときなさい。ゆい、今日休みだよな。海外コスメ届いて試したいんだけど、時間があったら来れない？ごめん、今日はアト君と約束あるから。夜でよかったら行くけど。わかった、待ってる。な、七瀬さん、このお店。うん？ああ、古着に興味あるの？1年前の動画で紹介されてたお店ですよね。え？見てくれたの？チャンネル。はい、ファンなので。え？あ、見始めたのは教えていただいてからなんですけど、毎日遡って見てます。うわぁ、いいよ、見なくて。他の方もそれぞれ専門家でいらっしゃるので、お話に説得力があってためになります。え、あいつらのも見てるの？でもやっぱり服のお話をする七瀬さんが一番楽しそうで素敵です。あ、動画では楽しそうに見せてるけどさ、最近は仕事もうまくいかなくて、動画撮ってても楽しいかどうかわかんない時ある。あ、本当はこんなテンション低いとか嫌だよね。裏表あるとか暴露コメントしないでね。え？あ、いえ、確かに最近の動画は元気なかったですが。え？バレてた？それでも専門的なテーマをわかりやすく解説されてて、落ち着いた雰囲気で聞けるのも良かったです。七瀬さんは正直な方だと思いますし、そのままでいいと思います。アト君と話してると、自分で嫌だと思ってたところ不安なことが薄れてく。最近の動画あんま回ってないけどね。テンション低かったの反省。客層が違うんだと思います。大人向けの落ち着いた動画は俺にはむしろ参考になったので、あれも続けた方が。俺が相談に乗るはずが、アト君に相談に乗ってもらってるね。いつの間にか。アト君に褒められると嬉しい。でもそれ以上に
アト君のこと好きだって思ってしまって困る。一緒にいるとドキドキして、今までみたいに顔見れない。アト君は観察眼すごいよね。動画も細かいとこをよく見てる。俺の前で楽しそうではないのも分かってますよ。ん？いえ。ねえ、ここ入ってみよう。俺は詳しくないけど、空は古着好きなんだよね。そうなんですね。あ？ねえ、着物コーナーあるよ。お醤油屋さんの SNS とかによくない？え、こんな値段なんですか？中古だとこういうのもあるよ。特にメンズは安い。確かに展示会とかで目を引くかも。ハッピは他の会社も着てるし。アト君、着てみてよ。羽織るだけだけど、これとか竹合うかな。おお、アト君めちゃくちゃ似合うね。そうですか。うん、すごい好き。服のことだよな。ねえ、羽織も着てみよう。こっちの色も。やっぱり服を選ぶのは楽しそうですね。うん、着物ってあんまり触れてこなかったけど、似合う人に選ぶの楽しい。ねえ、一回全部着てみよう。立ってみてくれない？すみません。アト君大丈夫？すみません、足しびれたみたいで。そっか。何？この状況。やばい。心臓の音、聞こえる。座ってていいよ。他の柄選んでくる。七瀬さん。ん？今日この後、私服も選んでもらえますか？いいよ。どういう系？実は明日、母の知人の紹介でお見合いをすることになってしまいまして、お恥ずかしいんですが、何を着ていいかわからないんです。七瀬さん？ごめん、経験ないから考えちゃった。お店とか場所によるかな。なるほど。さっきまで楽しかったのに。嬉しいことも言ってくれるけど、俺を落ち込ませるのもアト君だ。きついな。アト君の人生に俺の居場所はないって、もともと接点のない人だって分かってた。今日、あれから全然記憶ないや。うん？暗いじゃん。どうした？あいつと何かあった？ちょっとね。お前があいつのことでへこんでると、ちょっとざまあ見ろって思う。ごめんな。今日も昼間あいつに取られたし。何島、やきもち？かもな。島とアト君は友達の種類が違うっていうか、島のことは学生の時から本当に尊敬してるし、最高の仲間だと思ってるよ。種類が違うか。
嬉しくねえな。俺とあいつの何が違った？専門学校で最初に会った時、俺がもっとダサかったら世話焼いてくれた？シマ、何の話してる？お前と会うから服には気使おうとか、俺はいつも考えてたよ。でも、そういうのじゃなかったんだな。お前が誰かをマジで気に入るのはさ、すげえ後悔。やってしまった。足がしびれたとか言って怪しすぎる。わざとじゃないにしろ、一歩間違えたら痴漢だ。最近ずっと距離が遠いのが気になってて、久しぶりに近かったからつい、もっと触れたいと欲が出てしまった。七瀬さんにどう思われただろう。迷惑だったよな。なのにどうしよう。まだ全然足りない。BL スキップ。 BL スキップは胸キュンだけを集めたオリジナルボーイズラブレーベルです。胸キュンしたら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。こちらの作品はブックライブ様とのコラボ作品です。コミック版もございますので、ぜひ動画と合わせてお楽しみください。これからも胸キュン BL 動画を配信していけるよう応援お願いします。